ジャン君、暴行大丈夫かな。今日はちょっとフォークソング同好会の、発表会でお昼から行って夕方帰ってきます。ちょっとストレスっていうのも一つポイントとしてあるので、留守番とか大丈夫かな。まあポンちゃんいるからね、ポンちゃん頼むよ、仲良くしてやってね。ジャン君、それとあったかくしてね、ちゃんと、あったかくできるようにしとくから。あ、この感じはおしこじゃないね。じゃあ大丈夫か。ポンちゃん、ポンちゃん、もうちょっとしたら出かけますんで、よろしくお願いします。魔法さえ信じた、あの十六の夏、ガスの煙に消えるのを見てる。帰りました。今荷物を全部解いてちょっとのんびりしたとこです。結構汗もかいたよ。搬入搬出が、メンバーの仕事なのでね、結構大変です。ジャン君、パンちゃん、おとなしく待っててくれたのかなと思ったけど、帰ってくるなりトイレ2回入ったね。ジャン君にとってはやっぱ留守番はちょっとストレスかな。なるべくこっちにいるようにするね。ジャン君、それじゃ困るんですけどね、ポンちゃんがいるのに。ジャン君、ご飯の時とかお風呂の時とかににゃーにゃー泣くのどうにかなるんですか。絶対帰ってくるから。